はい、ガレージライフの高橋直樹です。今新車を買いますよっていう方で、やっぱりせっかく手に入れた新車ですよ、ずっと大切に長く乗りたいなと思うのは、皆さん思うことですということで、もし新車を買ったらこのオプションだけはつけてください。今新車を購入して納車待ちをしている方、もしくはですね、今年新車を買ったんだけど、春頃でも夏頃でも、もしくは最近納車されたという方でもいいです。その方はぜひつけてもらいたいオプションがあるんですよ。それは下回りの錆止め塗装です。これに関しては全ての方対象じゃないです。雪国もしくは寒い地域で凍結防止剤を撒いている地域です。今からでも遅くないですから、この下回り塗装というものをですね、これやっていただきたいなと思うんですよ。もしね、新車買うとしてもディーラーオプションになったり、もしくは後からでもこれ施工できることなので、道路に凍結防止剤が撒かれる前にこれはやっていただきたいなと思います。なんでこんなに強く押すかというと、凍結防止剤っていうのはまず使用の成分なんで、その成分が車の下回りを腐食させるということはまず想像がつくかと思うんですよ、うん、ただそれがですね、メンテナンスにおいてこの錆っていうのが本当に厄介でですね、これ車の寿命に関係してくるんですね。ということで今日はこの話をさせていただいてるんですけれども、やっぱり車がダメになるイメージって、エンジンがダメになって車がもう乗れなくなってしまうというイメージあるんですけど、この凍結防止剤を撒く地域では、実はこのフレームっていう車の骨格ですね、これがもう錆びてしまって廃車になるっていうパターンの方がすごく多いんですね。その錆がじゃあなんでダメかっていうとですね、これ車検に関係してきます。車検が通せなくなってくるほど錆びてしまうっていう場合ですね、そうなるとですね、やっぱり皆さん考えますよね。もうこれだけフレームがボロボロになって錆びてしまって、車検が通せないよって言われてしまうと、そんなもんなのって印象を受ける方もやっぱりいらっしゃると思うんですよ。そういうこともあって、ちょっと説明をさせていただきます。それがですね、車検に関連する項目と関連しない項目があるんですね。例えばドアのところが錆びてきたとか、ボンネットが錆びてきたっていうのであれば、それは別にいいんですよ。あまりひどければそのボンネットだけ交換するってこともできるじゃないですか。ただこの致命的なのが、さっきも言ったこのフレームです。骨格と呼ばれるところ、人間でいう骨ですね、そのフレームと呼ばれるその人でいう骨ですよね。ここがダメになるっていうことは、これ法律で決められてる保安基準っていうものに適合しなくなります。保安基準に適合しない、つまりそこがダメだと車検で通らない場所ですよね。ちょっとでも穴が開いてるとこ見つかってしまうと、その時点で車検を落とされてしまうんですよ。そこだけ錆びてて、ちっちゃいものであれば、まあそうですね、板金するにしても、その穴を埋めるにしてもですよ、そんなに修理代っていうのはかからないんですけれど、やっぱり厄介なのがですね、もうボロボロになったフレームってあるんですね。まあ大きい穴があったとしましょう、ね、これぐらいのね、あったとします、1箇所で、これを塞ぐなり補強すれば車検は通るわけなんですけど、ここだけじゃなくて数箇所こういったゴツゴツした穴が開いてしまうと、もはやこれは、修理しても修理しきれないということになります。ここだけガッチリ補強しても、すぐこの隣ですよ、ちょっとねコンコンコンって点検ハンマーで叩いたら、もう薄い鉄板状になってて、すぐ穴が開いてしまうという状態です。こうなるとですね、人でいう骨粗鬆症みたいなもんですよね。こうなるといよいよ車の寿命を迎えたなということになってきます。そうなると悔しくないですか。なんかエンジンがダメっていうと、まあエンジンオイルの管理とかしっかりしてこなかったとか、あとはしっかり乗っててもやっぱりエンジンも消耗品ですからね。ただしっかりメンテナンスしてるんであれば、エンジンって大体そうですね、ずっと乗れるわけですよ。大体長持ちするもんなんですよね。20万キロ30万キロなんて今普通当たり前ですから。そう考えると、そのフレームが腐食してしまって車検が通らなくて廃車になってしまうっていうところでいきますと、すごくやっぱりなんかこうもやっとするところが出てくるわけですよ。でそのフレーム、さっき穴開く開かないとかの話をしたんですけども、このフレームっていうところにいろんな部品がついてるわけです。車の下をちょっと覗いて見たことある方がいれば、コイルスプリングなんか見たことないですかね。こうバネみたいなのがついてるんですけど、そういうのを支えてるのもフレームだったりします。あとはですね、タイヤを、まあタイヤ直接じゃないですよ。タイヤはほらこうつけるもので、その取り付けるところですよ。取り付けるところっていうのが、これもフレームにしっかりと根元がついてるわけだから、そういうところが腐ってしまうと危ないっていうのはなんとなく想像つくじゃないですか。特にそのタイヤっていうとね、ハンドル走ってる時にそういったところがいきなりボロッと
腐食してね取れてしまったりするとこっちはマスクなんだけどそういう状態になってタイヤがこうなってしまったりとかね走行中そうなるとなんとなく危ないなってイメージがつくと思います。ということでですねこのフレームが腐ってしまうっていうことでフレームの腐食を防止するためにその下回り塗装っていうのをやっていただきたいなというお話なんですよ。この下回り塗装よく車検の時とかにこう吹くような下回り塗装ってあるわけなんです。革とはまた違うんですよね。ちょっと厚めの膜を貼るような塗料なんですよね。僕が最初にやっておいてくださいっていうのは、その塗料はやっぱり分厚いわけですよ。でちょっとねどっちかというとゴツゴツって言いますかベタベタした素材の塗料なんですけども、でそれを施工するとなると正直安くないんですよ。数万円しますけれども、ただその数万円の価値は十分あります。それを施工することでほとんど錆びてなくてまだまだ乗れるよっていうそんな状態を保つことができます。これは大げさに言ってるわけじゃなくてやっぱり僕も整備に携わってやっぱ見てきてるとやっぱね全然持ちが違うんですよね。だからその新車を買うときにね、確かにそのディーラーの方とかあと車を販売してる方々からいろんなオプションで勧められると思うんですけれども、この錆止め塗装だけはこれはちゃんとしたオプションです。あの変なオプションじゃないですとかで余計だったなって思うオプションが多い中で、この下回り塗装オプションだけはこれは本当にこの投資してよかったなって思うオプションですね。その時なんかちょっとうさんくさいなと思ってその下回り塗装を選ばなかった方でもね、後からいつでも施工できます。ただやっぱりその錆が進んでからやっても結局鉄ですから、鉄の内部っていうのはどんどん錆びてきちゃうんで、やるとしたら本当に新車の状態のところからやっていただくと長持ちします。もしくはその数年乗ったんだけどっていう方でもまだ下回りの状態がいい状態であれば全然今からでも間に合いますので、これは本当にやるかやらないかで車の寿命って大きく変わってきます。その塗装って結構ね細かいところまで吹くんですよ。フレームのその隙間から細い管を入れてやって、フレーム骨格の中身まで塗装を入れてあげるっていう施工をするとか、その作業してる様子を見るとですね、逆にこれ安いなって思いますよ。正直塗料が飛ばないように下回りを全部囲ってですよ、その中で作業員がこうマスクをしてですね、特殊なマスクですよ、普通のマスクじゃなくてマスクをして、その塗料がかかってもいいようにレインコートみたいなのを着て、そういう状態で作業するわけです。これはですね、車を長持ちさせたいのであればぜひやっていただきたいオプションですね。はい、ということでこれは道路に凍結剤を撒く地域で車が廃車になってしまう、もしくは車検が通せなくなってしまうっていうことの中で、その中でも多くを占めるフレームの腐食が車の寿命の原因ということでお伝えしました。あんなに暑かった夏が本当に寝床に行ったのかっていうぐらい寒くなってきましたので、本格的な冬を迎える前にぜひそういったメンテナンスをしてみてはいかがでしょうか。どうも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録をしていただきまして、一緒にガレージライフを楽しみましょう。それでは。